沢田達也は、地方競馬の船橋競馬場、坂本昇旧社所属の騎手である。地方競馬共養センター騎手家庭第86期生。父親が馬主だったことや自身が小柄だったことなどから、騎手を志す。通っていた乗馬クラブでは同期の川島翔太郎と一緒であった。勝負服のデザインは、兄弟子である、桑島隆春のものを参考にした。 2008年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年5月5日、第2回船橋競馬第1日目第2競争 C35 組条件戦4番、人気イージーラフターで、初起乗。同年5月6日、第2回船橋競馬、第2日目第2競争3歳条件戦を、ジップ、沢田光明氏の所有場である5番人気。 欧州ライオンで勝利し、4戦目で、初勝利。2008年7月13日第9回、オパールカップで欧州ライオンに、森岡競馬場に遠征起乗し、重賞初起乗。平成21度年間関東、公営競馬優秀騎手、最優秀新人騎手賞を受賞。2010年1月12日第24回、全日本新人王総派戦にて、 総合2位2010年2月28日、第2回中山競馬2日目第7競争3歳500万、下条件戦もオ l m i c a に帰場し、中央競馬初帰場。2014年4月24日、大井競馬場で行われた第28回、東京プリンセス賞をスマートバベル号で制覇し、24歳という若さで、クラシック初帰場、初勝利という異業を成し遂げた。これが、 自身初の重賞タイトルとなる。地方通算成績は3611戦265勝2着298回3着320回。勝率7.3%、連帯率15.6%中央。競馬通算成績は3000位0勝。ありがとうございます。